と発音も綺麗になるし、知らない単語も読めるようになるし、トレーニングをしてみましょう。本日のトレーニングタイム。オーダー始まりました。モジェチャンネルです。今回はですね、スペシャルゲストをお越しいただきました。はい、Hi everyone! It's me, ちぐさ。ちぐさ先生においでいただきました。はい、お呼びいただきありがとうございます。で、石川県で、ま、子供の英会話スクールをやりながら、オンラインの方ではプラスワン英語法という大人、初心者の方から、まあ最近ちょっとね、たくさんいてレベルが増えてきたんですけれども、いっぱい結構いっぱいいます。はい、 YouTube の方ではなんか英語のトレーニング系の動画が、英会話をメインでやらせていただいてるので、英会話のトレーニング系の動画を出してるので、英語喋りたいっていう人はぜひ見てください。はい、はい、今回聞きたいのはですね、はい、フォニックスっていうのをですね、紹介してもらおうかなと。ちぐさ先生の、ね、はい、チャンネルでは結構フォニックス紹介してると思うんですけど、はい、そうですね、最初の動画で52万回とか、はいはいはい、すごい再生、結構今もう見ていただいてるので、フォニックスっていうのを多分知らない人がほとんどなので、うん、ぜひですね、フォニックスが一体何ぞやというのをちょっと話してもらえればなと思います。はい、でフォニックスっていうのはアルファベット、皆さんアルファベット ABCD っていうのは分かってると思うんですけれども、アルファベットの音、つまりまあ犬だったら鳴き声があってワンワン、猫だったらニャーニャーみたいな。で、私まあ子供に教えるので、子供に教えるときは A ちゃん、アルファベットの A ちゃんにはエーエーっていう鳴き声があって、 B ちゃんにはブッブッっていう鳴き声があって、っていうふうにアルファベットの音をフォニックスと言います。うん、で、このフォニックスをやると発音がめっちゃ良くなるんです。お、はい、いわゆる日本だとね、なんかまあやっぱ発音記号を通して、うん、発音記号って言いますけど、はい、私分かりませんね、そうです、発音記号ではなく、はい、フォニックスで勉強するっていうんですけど、まあなかなか日本では定着してないので、してないですね。どうやってやったらいいのかっていうのをですね、まずはまあ26音、はい、アルファベット26個の音をきちっと発音できるようになったら、発音というか、まあ、音を出せる A、F、B、B、C、C って言って、はいはい、まあ、英語って音の足し算なので、はい、うん、それをできるようになったら、フォニックスのルールっていうのもありますので、うん、そのルールを一つずつ学んでいくといいかなと思います。うん、一気に全部やろうとするとごっちゃごちゃにはなるので、まずおすすめするのはやっぱりフォニックスの26音をしっかり出せるようになる。なんかアルファベットを例え H って言われても H とか S と S とか言えるように、逆もあったりとか、 B って言われたら B だとか、 O だったらおはあ、あ、あ、そっちなんですね、うん、とかっていう風に出せていくと、スペルが楽になる、まあ、覚えやすくもなるし、あとは発音が綺麗になるので、リスニングも聞きやすくなるし、X はどうするんですか？ X はクスです。やっぱりそうなんですね、はい、Y は Y、いや、例えば音の足し算だとボックスってあるじゃないですか、はい、受験生とか多分みんなフォニックス習ってない人はもうとにかく覚えるじゃないですか、はい、そのままって。でもフォニックスを知るとブッ、アックスでボックスっていう風な音の足し算、それで覚えていきます。うん、うん、でアックダッグっていう感じ、だからドッグにはならない。ああ、なるほど、うん、そういう感じなんですね。はい、でその合体パターンがいろいろあるわけですね。そうですね、まずは26音できるようになったら3文字レターって言って、はい、さっきのボックスだったりした3文字レター、3文字レター、3文字文字、3文字レター、そう、3文字レターって言うんです3文字レターって言ってます。で、あの音3つをつなげて、例えばキ、エ、チ、はい、何でしょう、キャッ、そうそういうこと、っていう問題をこうやって音で単語が分かるように。で、それからいろんなルールがあるんですよ、実は細かく言うと。そうなりますよね。最初は音、その次に 3つ合わせたできるか、3つ合わせたできるか、3つ合わせた単語でやって、あとはサイレントイーとか、あー、はいはいはい、テイク、メイク、そうです、そうです、シェイプとか、ね、最後のイーが音はなしで、はい、その前の母音がアルファベット読みになるとか、ダブル母音って言って、あの母音が2つ連続で並んだ場合は2つ目を言わずに1つ目の
母音をアルファベット読みにするとかっていったルールが具体的に何と rain とかもそうですよね。はいはいはい、そうですね、うん、rain でその a の方をだけ、うん、そうです。 read とかもいっぱいありますね。そうですね、はい、read で ea って書いてあるけどもその a の部分を無視して e だけで、うん、はい、で read になると、うん、もちろん例外はありますけど過去形になったら red になりますかね。そう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 、ありますけれどもまあ大体 70% ぐらいはフォニックスで読めるんじゃないかっていうふうには言われています。どうせですねフォニックスやるとですねこのコメント欄に、はい、これはどうなんだみたいなこれは例外だろうみたいなのがドジジェフォガーッって出てくるんでね。あるある、それ例外はあるに決まってるわけ。そう例外はあるから。同じスペルでだって、ね、違う読み方のものがあるっていう時点で、うん、それ必ず成り立つわけではないですか。そうです、ルールリブライブとか。そうですそうです、うん、この時点でね、愛で読めばいいんじゃなかったんですか、リブじゃないですかとか言われても、うん、そんなそれはまあヘリクツですよね。基本的にはやっぱ多い方、はい、70で読めるんだったらそっちをした方が綺麗にもなるしって言ったルールがレベル段階であるので一つ一つ、まあ、マスターしていくと発音も綺麗になるし知らない単語も読めるようになるし、なるほどなるほど、うん、スペルを書くのにすごく楽、うんうん、学生もたまにコメントをいただけるんですけれども知ってたらスペル書けたのに。そうですね、そう本では全然定着してないですけどすアメリカとか子供でやるじゃないですか、もう当たり前のように、はい、だからびっくりしたんです。私子供に教える、はい、子供英会話講師としてはフォニックスをやるのがもう当たり前なんです。はい、そうですね、アルファベットを学ぶと一緒ぐらい当たり前なんです。の、ね、発音記号なんかやんないですから普通はね。そうなんです。それでアメリカでもね貼ってありますもんね、はい、日本でこのあいうえおが貼ってあるみたいな感じで、うん、そうですね、部屋に貼ってあったりするじゃないですか、はい、私のフォニックスビデオが皆さん目から鱗だって言われて、はいはい、正直驚きました。え、知らなかったの、当たり前なのにってなるわけですね。そうです。あと私のメソッドだと思ってらっしゃる。ああ、なるほど、いや違いますみたいな。それで商売してるんですか。違います、メソッドだみたいな感じで、違います、これさえできればトレーニングをしてみましょう。フォニックスのトレーニング、トレーニングタイム、 OK。 じゃあまずは TAP で皆さん何と読みますか。 TAP これはアルファベット読みですけどフォニックス読みにしたら T が T、 A が A、 P が P になりますのでこれをひっつけて TAP TAP ですね。じゃあさっきやったサイレント E やってみましょうか。皆さんサイレント E は最後に E がついたらその前の母音がアルファベットの読み方になります。 A が A って普通だったらなるんですけど A になるということです。はい、じゃあそれ今 TAP に E をつけて皆さん読んでみてください。できましたか。これは TAP から E がつくことによって TAPE TAPEになります。テープテープですね。はい、このように音が変化していきます。やっていきましょう。第2問 CAN、 まずはフォニックス読みでいくとク、エ、ン、で、キャン、キャンになりますね。ではここに E をつけて発音してみてください。できましたか。はい、これはキャンからCane、 Cane になります。Cane、 杖ですね。Cane、 キャンディーケインって言ってクリスマスの時のあれこれこれです。はい、とかによく使います。Cane になります。第3問は M、 A、 M でこれをフォニックス読みするとできました。え、で、Man。ですね、man、 これにサイレント E をつけて読んでみるとできましたか。main で main、 main になります。 main はあのライオンのたてがみとかを main というふうに言います。そうですね、
というふうに知らない単語が読めるってことですね。はい、そうです。タップセンとか知らない人多いと思うから、うん、それもすぐに分かるようになるし、うんですね、はい、ケインやメインを知らない人も、うん、ルールをするとケインっていうのが読めるということですね、うん、こういうのがフォニックス、多分なるほどみたいに思った人が多いと思いますので、ぜひですねこういうのをいっぱい見たい方は、はい、ケイ先生の YouTube で細かくやってますので、やってますので、ぜひ動画を見てください。ぜひ見て再生数貢献してください、はい、あ、学研でね、いろいろ、はい、学研のゲットナビさん、はい、はい、ゲットナビさん、ゲットナビにさんつかないのウェブ版でコラムをさせて、はい、コラム、はい、させていただいてます。はい、ここは茂先生に聞きました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。 Thank you. Thank you for watching. See you next time. Bye bye. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.